はいはい、どうもどうも、松尾修造のこれ知ってます。今日も始まります。今日はですね、イグノーベル賞ね、皆さんご存知ですか？裏ノーベル賞とも言われてますね。このイグというのが反対のということで、まあノーベル賞の反対というか、まあ笑かせる、まあ面白いこう開発をした方を紹介される、ユーモアのあふれる科学研究に与えられる賞なんですけどね。まあ最初はこうどっちかというとそんな賞みたいな感じで1992年にできたんでしょうかね。日本人はなんと7年連続でこの賞を受賞してるんです。これユーモアあふれるセンスという、間違いなく、そういうふうな形でしょうかね。最近で分かりやすいたまごっち仮想ペットのね、これも、選ばれましたし、それから犬語の翻訳機、バウリンガルかなんかいうのも選ばれましたね。で今年がですね、科学賞でハウス職員さんが選ばれました。玉ねぎの実を刺激して涙が出る仕組みの研究、これが選ばれたりですね、それから、ネズミにですねオペラを聞かすると長生きするという研究とか、そういうのが選ばれたりしてるんですね。それから人のおしゃべりを邪魔する、去年でしたら、スピーチジャマーっていうやつですかね、これしたりとかね。結構いろんな面白いやつが、トーストを、ね、床に落とした時にバターを塗った面が下になりやすいことを実証したのが実証されたり、黒板を引っかく音を人が嫌う理由の分析とかね、そういう風なのがされたりしてね、このイグノーベル賞、毎年面白いんですけど、これはね注目していきたいと思いますね。なんか身近に感じますよね。俺もイグノーベル賞いっちゃう？無理無理無理。ありがとうございました。